大切な人が死んだ。話したいことあるって言ったでしょ、電話で。ああ、ちょっと後でね、ごめん。ん？すれ違いの続く夫との関係、忘れさせてくれる時間が必要だった。着いたらどっかでお昼食べてく？誰にも会わないかな。大丈夫でしょ。結局なんで来なかったの？実感湧かなかったからかもしれない。失った恋人と通じ合えない夫。あなたの取った行動は俺に何か問題はある？向き合えないっていうのは怖いでしょ。揺れる思いを抱え、たどり着いた答えとは、ほつれる。